おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。3月に入って暖かくなったんで、そろそろ山登りもいいかなと思って今日は山歩きに来ました。ここはですね、伊豆大人の城山という、岩山ですね。ロッククライミングで有名な岩山なんですけども、その登山道にやってきました。今日はここからですね、はい、まず城山に登りまして、それから葛城山、それから発端城山に、行きたいと思います。城山から発端城山まで、縦走して帰ってくるということになります。はい、では行きましょう。長嶋茂雄ランニングロード。そういえばミスターはここをキャンプ前の、自主トレのキャンプ地にしてましたね。城山をここ登ったりしたんですかね。登ってますね。もしかしてこの子は一茂くんですかね。よし、では行きますか。歩きにくい岩山ですね。はい、城山の途中の休憩所に着きました。城山はあそこですね。さすが伊豆ですね。もう動きしてくれてます。こんにちは、こんにちは。ずっと岩山かと思ったんですけども、山頂付近はだいぶ歩きやすくなってきました。山頂を動く。
城山山頂です。到着しました。これは三角形なのかな。タッチ。いやー、いい眺めだ。富士山もバッチリ見えてます。あの神奈川の土手の道が、長嶋茂雄ランニングロードですかね。そうですね。で、あそこにある、茶色の、建物が、あれがミスターが定宿にしてた大人ホテルですね。いやー、いい眺め。はい、城山山頂から降りてまいりました。では今度は、葛城山発端上山方面へ向かいたいと思います。城山から葛城山まではこんな感じの尾根を歩いていくんですかね。すごく歩きやすいですね。こっちですかね。こんなところに立派な道路がありますね。こう上がっていくかな。出払いです。ハイキングコースはこっちか。葛城山の最後の登りがすごい急登です。頑張りましょう。はい、葛城山の
給湯が終わりました。いやー疲れた。いやーすごい給湯でした。あ、ここはパラグライダーかハンドグライダーの落ちてるんですかね。疲れた。はあ、いい眺めですね。正面に見えるのが城山ですね。よいしょ。はい、葛城山山頂です。到着しました。よいしょ。じゃあちょっと鐘を鳴らさせてもらいましょう。葛城山の鐘。はい、葛城山降りてきました。すごい急登でした。では発端定山に向かいたいと思います。あの辺が八幡定山のピークですかね。で、葛城山が、あ、そうですね。八幡定山頂上へ到着です。よいしょ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 。こんにちは。着いた。
い、山頂から降りてきました。山頂で、ご飯を食べようと思ったんですけども、ちょっと風が出てきたんで、下の方に降りてから食べたいと思います。もうちょっと降りたら風の弱いところに出るんで、そこで食べましょう。はい、ではここは風が長そうなんで、ここでお昼にしたいと思います。今日はですね、長崎ちゃんぽん、カップ麺ですね。それと、これはあの業務スーパーで買ってきました冷凍チャーハンです。今日はこの2つを食べたいと思います。駐車場に帰りたいと思います。はい、城山登山口まで戻ってきました。最近私はあの 4K の動画をアップするようになったんですけども、パソコンをですね編集用に買い増しをしました。で、今使ってたあの富士通のパソコンなんですけどね、これあの2013年製のもので、まあ普通の作業ならどうということなんですけども、動画編集とか厳しいんで、 CPU とかメモリーとかハードディスクを SSD に変えたりとか
して、まあ使ったんですけども、4K は30フレームも60フレームもダメでしたね。2.7K はなんとかできるんですけども、カクカクしちゃって、編集に時間がかかるんで、今までは HD 動画で上げておりました。一番困るのはですね、編集終わって最後、レンダリングでですね、一本の動画に書き出すんですけども、だいたい10分の動画で、1時間40分とか、45分とか、それくらいかかるんですね。そうするともう20分の動画なんかになると、3時間半ぐらい、レンダリングに撮られちゃって、それで完璧に終わればいいんですけど、レンダリングが終わった後の動画を見てみると、あ、ちょっとここ変だなとか、思うところがありまして、で、また編集して、で、またレンダリング、3時間半と、いうことでもう、それで、1日終わっちゃうぐらいなんですよね。で、まあ、それでも我慢して、やってたんですけども、最近編集中に、よくフリーズするようになりまして、で、まあ、プログラムの強制終了で、またやり直したりとか、してたんですけども、なんか最近頻発するようになりまして、これはもう、編集用にパソコンを買いました方がいいかな、ということで、買いました。買ったパソコンですね、ドスパラのレイトレックというパソコンで、R5AA6 だったかな、そういう型番のパソコンです。スペックはまあそこそこ最新のものを使ってまして、CPU が Core i7 の12世代ですね、12700H というやつですね。で、メモリーは標準は 16GB なんですけども、私は 32GB に変えました。多分 16GB でもいけるとは思うんですけども、念のために 32GB にしました。で、ハードディスクが、SSD の 1TB ですね。で、Windows 11ということで。で、編集してみたら、これがまたすごく速くてですね。だいたい10分以内の動画だと、5分ぐらいで終わっちゃいますね。やっぱり、GPU がついてるんで、早いですね。以前のパソコンは、CPU が全てやったんで、今度は GPU が持ってくれますからね。10分以内の動画で、今まで10分ぐらいかかった編集はないですね。レンダリングに、ほんと数分で終わっちゃうのっていうのは、ものすごいスピードですね。誰かが、クライミングをしてるようですけども、声はすれども、姿は見えず、ですね。どこにいるのか、全くわかりません。はい、駐車場まで帰ってきました。
時刻はもう14時過ぎですね。よいしょ。はい、この動画は以上になります。最後までご視聴していただいた皆さん、本当にありがとうございます。